はい。皆さん、こんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうかということで、本日もね、えー、まあ黄砂がひどいなという感じでね、今日は黄砂とともに北朝鮮のね、ミサイルも飛んできましてですね、えー、西からいろんなものが飛んでくるなといった一日ですね。はい。ということで、えー、今日のお話はですね、サメのサメ肌についてですね、 お話ししたいと思います。実はあのサメ肌すごいんだよっていうね、まあ、お話をちょっとしたいと思うんですけども、まあ暖かい海を中心にですね、世界に500種ほどですね、生息しておりますサメですね。まあ日本ではね、まあ、水族館で言うとですね、まあネコザメとかがまあ一番よくポピュラーな感じで展示されておりますし、まあジンベエザメとかね、沖縄美ら海水族館でね、優雅に泳ぐ姿も見れますしね、 あと、茨城のね、大洗水族館なんかね、もう、サメ水族館っても言っていいほど、サメの展示に特化しているね、水族館もあるということでね、まあ、ジョーズとかね、まあ、怖いイメージがあるかもしれませんが、法事のためね。うん。まあ、そんな、まあ、いろんなサメがいるわけですけども、ええ、まあ、その得てしてね、まあ、すべてのまあサメに言えることなんですけども、まあ、わさびをおろせるほどですね、サメの肌は非常にね、ザラザラしてますね。まあ、 プールみたいな感じで、まあ、サメ肌にタッチできるね、水族館なんかもたくさんありますけども、まあ、サメタッチなんかした時にね、なんかやっぱなんかザラザラしてるな、みたいなね、えー、感じをね、えーと、触ったことがある方もいらっしゃると思いますけどもですね、えー、このね、ザラザラなんですけども、どういう役割があるのということなんですが、サメにとってね。で、このね、サメのね、このザラザラのサメ肌っていうのはですね、驚異的な泳ぐスピードと、 関係があるんで,す、ね、でまあ海のモンスターとして恐れられてるサメですけどまあ人を襲ったりとか、まあ、肉食性のサメっていうのは500種の中でも非常に一部なんですけども、まあ、血の匂いを嗅ぎつけるとですねあっという間に集まってきてこう何度でも生え変わる鋭い歯を使ってですねガブリとですね餌に食らいつくわけなんですね。 で、泳ぎの速いマグロにさえ追いついてしまうほど、まあ、泳ぐスピードが非常に速いんですね、サメはですね。でこのね 驚異的なスピードを生み出すのはですね、このザラザラ肌、サメ肌と呼ばれている、このザラザラの肌のおかげなんですね。で、これ何かっていうとですね、水の中をですね、こう物体が進むと、その表面にですね、乱流が発生します。なんかこうぐるぐる渦巻きみたいな感じで乱流が発生すると、まあ非常に抵抗力がですね、高まってですね、えー、速度が落ちるんですね。で、 物体の表面にある程度ザラザラしたものがあるとですね、水とこう推進力でこう進んだ時にですね、その乱流がですね、まあ非常に発生しにくくなってですね、スムーズに水の流れが、あの、行くわけなんですね。なので、ツルツルの表面よりもザラザラした方が乱流が発生しながら、要は水の抵抗がですね、非常に抑えられるので、早く進むことが まあできるわけなんでですねでこのサメ肌の乱入が発生しなくなるとしにくくなるという特徴をですね利用して応用した水着がですね2000年のシドニーオリンピックで登場したわけですね。なんかねあのー 全身スーツみたいな感じでね、今は禁止されてますよね。もうそういったものは東京オリンピックでもあんま見られなかったので、えー、スキンスほぼ禁止されておりますけども、このですね、サメ肌を利用したですね、ザラザラしたスーツね、まあファーストスキンと呼ばれる水着なんですけどもお、このね、サメ肌のようなザラザラしたものを立体的にプリントしたファーストスキンを使ってですね、これを着た選手がですね、獲得したメダルはなんと合計100個ということでね、北島選手もね、 当時、ファーストスキンじゃなかったけど、えー、スピード車でしたっけねスピード車のこの、サメ肌を利用したファーストスキンを着用してですね、金メダルを取りましたからね。うん、なので、 えー、そういったこところに応用されているということでね。うん、で、サメ、肌、水着でスピードアップして、選手のタイムが伸びたと。なんかもう世界シーン、世界シーンみたいな乱立しましたね、あの時ね、うん。で、このですね、ザラザラですね、まあ、水着以外にも利用されておりましてですね、このザラザラを船の塗料に応用する研究も進められているんですね。でなん でさっっきも言ったようにこの乱流が抑えられるので船がスムーズに抵抗ね水の抵抗が抑えられるのでスムーズに進むことができるしですねザラザラの表面だとこれ結構ヒガが出るんですけども藤、まあ、壺とかですねそういった貝とかがくっつく。 くくっつととそれを落とすののにねね結構ねあのー、手間かかるんですねも,うお金もかかりますしねでもこのザラザラ表面がしているとくっつきにくくなるということで、まあ、そういったあの掃除する手間そのものもまあ軽減されるということでね、まあ、結構その船の塗料とかにもこのザラザラ肌をまあインスパイアしてえ使われているということなんですね。 で、さらにですね、この性質にヒントを得て、アメリカのシャークレットテクノロジーという会社がですね、細かな、ね、細かいこのザラザラのパターンを作って、 小さなね、バイ要は細菌とかそういったものを寄せ付けなくなるようにするグッズも、抗菌グッズも製品化したんですね。なんから、ツルツルしてると、まあ、ひっつきやすいけど、ザラザラしてるとですねひ、その表面につきにくくなるんですね。なので、抗菌作用もあるよっていうことをですね、このザラザラなパターン、サメ肌のとこをヒントにして製品化したものもあるということでね、すでにですね、病院などの施設の内装や、え、器具の表面素材に使われ始めている いいるるととととうことなので抗菌としても使われると、まあ、水の、ね、乱流を抑えられるわけじゃなくあそ,うそれにとどまらずばい菌もつきにくくなるよとザラザラしてるとね振り付ぼうもつ,けなくつきにくくなるしね、まあ、そういったところで抗菌作用があるということで、ね、ザラザラのこのサメ肌がですねいろんなものを守ってくれるということなんでございますねということでねもう本当にね、まあ、我々の肌もね、まあ 顕微鏡で細かく見ると、まあ結構ザラザラっていうかね、まあ、ツルツルわけじゃないんだけど、まあツルツルな肌に憧れるかもしれないけど、それとね、結構ね、犬のまあつきやすくなっちゃうんですよね。うん、なのである程度ザラザラの方がですね、え、つきにくくなるし、まあ抗菌作用もあるということなんでございますよ。ということでね、今日はですね、サメのサメ肌について、いろんなものに応用されてて、それをインスパイアした商品も製品化もしてるよ、というお話をいたしました。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様さ,さようなら、バイバイ。